試合はこれより第4クォーターに入ります。攻守方向を入れ替えまして、クラブアイランズ右から左に攻める形になりましてのサーダウン12、ボールオンは自陣23ヤード。ナイスラン、ファーストラン、何枠26番、ハンドオフを受け左オフタックルのランプレー、相手タックルを受けながら、しかしこれをかわし攻撃権更新のファーストランとしました。粘り強い見事なラン決めましたのはアイランズ26番の沼、大阪大学出身のプレイヤーです。クラブアイランズランニングバック沼、厳しいチームの状況を孤軍奮闘引っ張っております。クラブアイランズファーストアウト、インターセプト、そのままエンドゾーンに入りました。しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。この反則の判定を待ちましょう。気になるファーメーション、オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でオフェンスを始めました。しかしこの反則をディフェンスチーム磯野は取りません。先ほどのプレーを有効としましてインターセプトをしました。88番津田のインターセプトリターンタッチダウンとなります。磯野スーパースターズ6点獲得、タッチダウンを決めました。磯野スーパースターズ88番は津田、鳥取大学好き出身のルーキープレイヤーです。磯野ここでトライフォーポイント、キックによる1点を狙うとしました。しかしこの時にボールが乱れ、ホルダーがボールを抑えられず、キッカー43番、そのままキャリアとして右オープンを展開しました。そしてそのまま相手ディフェンスを巻くようにエンドゾーンを囲んで立ち、エンドゾーンに入り、結果的に2ポイントコンバージョン2点を獲得しました。これにより磯野スーパースターズ49点、クラブアイランズ0点となります。トライフォーポイントによってエンドゾーンに入った場合は得点は2点となります。見事な判断で2ポイントコンバージョンを決めましたが、磯野スーパースターズキッカー西脇、岐阜大学出身のバイスプレイヤー、バイスキャプテンのプレイヤーです。メグリーベイオンシュそのスーパースターズキックオフ、アイランズリターン、アイランズ陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。
アイランズ自陣35ヤードからファーストダウンテ。ビデオブレイファイト。ワイルドありましてファーストダウンを。ここでオフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、遅延行為による反則となりました。アメリカンフットボールのプレー開始には制限時間があります。この時間内にプレーをしない場合5ヤード抜退となります。ここはアイランズランプレーを選択します。何枠26番に託し右オープンを展開しようとしましたが、これは磯野のディフェンス集まりを食う。原因は1ヤード。ここでドロープレー、パスに見せかけた中央へのプレー。好調のこのプレーをここで投入しましたが、ゲインは約3ヤード。パス不成功。クォーターバック1番左ロールアウトからワイドレシーバー14番へのパスでしたが、このパスは不成功でフォースダウンに変わります。レフリータイムアウト。レフリータイムアウト。ペアリングタイムのタイムアウトです。アイランズフォースダウンパントフォーメーション。これを磯野84番がリターンしようとし、磯野陣45ヤード付近でボールデッドです。チームタイムアウト。磯野、ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。
パス不成功。クォーターバック18番、ここでワイドレシーバー15番へのパスでしたが、このパスはキャッチミス。パス成功でセカンダウンに変わります。クォーターバック18番、再びターゲット15番へのパス。今度は15番キャッチしファーストダウン獲得です。パスを取りましたワイドレシーバー15番は伊藤、北海道大学出身のルーキープレイヤーです。その相手陣39ヤードからファーストダウンテン、中央へのランプレー。キャリア39番、相手ディフェンスを弾き飛ばしながら約4ヤードのゲイン。キャリア39番は高原、上智大学出身。磯野スーパースターズ相手陣35ヤードからセカンドダウン6。ナイスファースター。ランニバック25番、ハンドオフを受け、左オープンにトスプレーで左オープン展開しようとしましたが、ディフェンスの集まりがよく一旦詰まりつつも右にカットバック。相手タックルを走りながら一気にゲインし攻撃権更新としました。ナイスランでファースター。見事なランプレー決めましたのは磯のスーパースターズ25番、宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。ここでウォーターブレイクが入ります。
ウォーターブレイク解けまして、磯野スーパースターズファーストダウン10。レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、チームタイムアウト、チームタイムアウト、クラブアウト。はい、ランズ、ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。双方ともに後半1回目のタイムアウトを取りました。試合再開となりまして、磯野スーパースターズ相手陣14ヤードからファーストダウン10。磯野スーパースターズタッチアウト。ワイドレシーバー4番ヒッチパスをキャッチアンドラン、ディフェンスの隙間を縫うように右サイドライン際を駆け上がり、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。磯野スーパースターズ6点獲得。タッチダウン決めました。磯野ワイドレシーバー4番は1の岐阜大学出身のプレーヤーです。2ポイントコンバージョンプレーにより2点を狙います。ここはアイランズ踏みとどめます。磯野クォーターバック18番自らのキープにより2ポイント2点を狙いに行きましたが、これは止められました。したがって磯野スーパースターズ55点、クラブアイランズ0点となりました。磯野スーパースターズキックオフ。アイランズリターン。アイランズ陣30ヤード付近でボールデッド。クラブアイランズファーストダウン10。中央へのランプレーでしたが、これはそのスーパースターズ59番が見事にアジャストし、約3ヤードロス。タックルしました磯野スーパースターズ59番は近藤、神戸学院大学出身。
クラブアイランズセカンダウン13、ボールオンは自陣28ヤード。ここでアイランズドロープレーを展開しようとしましたが、これは磯野30番が対応しており、ほとんどゲインありませんでした。見事なリカバーしました磯野スーパースターズ30番は隅、岐阜大学出身。クラブアイランズサーダウン13、ここで中央へのランプレー、キャリア26番。この日奮闘しております沼のランプレーにより攻撃権突破を図りましたが、しかしこれによるゲインによっての獲得は約8ヤード、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変えます。後半2回目のタイムアウトです。そしてここでアイランズ後半2回目のタイムアウトを取りました。アイランズ後半2回目のタイムアウトを使いました。アイランズフォースダウン7、パントフォーメーション選択します。このパント磯野19番がリターン、先ほどから見事なリターン決めた磯野19番、今度はエンドゾーンまで届きました。タッチダウン磯野スーパースターズ6点獲得。見事なタッチダウンキックオフ、失礼しました、パントリターンタッチダウンを決めました磯野スーパースターズ19番は五十嵐、東北大学出身のルーキープレイヤーです。2ポイント成功。ここでトライ4ポイントでキックを狙うと見せかけ、ホルダー84番、そのまま左オープンへ独走、相手ディフェンスの裏を抜くようにそのままエンドゾーンを駆け込んで2ポイント獲得です。見事2ポイント決めましたのは磯野スーパースターズ84番、花木、岐阜大学出身のプレイヤーでした。そして試合は磯野のキックオフで再開となります。
ハイランズリターン。ハイランド人20ヤード付近でボールデッド。キャリア26番による中央へのワンプレー、ゲインは約1ヤード。ハイランズセカンドダウン9、ボールオン自陣21ヤード。再び中央へのワンプレー、キャリア26番、今度は左オフタックルをつきまして約2ヤードのゲイン。ここでホイッスル。ロフリータイムアウトです。ロフリータイムアウトです。ただいまの契約の中の時計を止めたことによって残り1分以内でのランニングタイム中での時計の停止ですので、ルールを適用しまして10秒減算、時計を10秒減算してください。この反則はオフェンスチーム試合終了間際の反則、タイムアウトとなりますので自動的に10秒減算となります。試合時間残り36秒。クォーターバック1番自らキープを図ろうとしましたがこれは止められましてフォースダウンと変わります。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして磯野スーパースターズ63点、クラブアイランズ0点で磯野スーパースターズ快勝となりました。磯野スーパースターズこの2002秋シーズン第1節を見事快勝という形で完封勝利によって試合を収めることに成功いたしました。優勝に向けたその最初の一歩目を見事な形で船出をすることができたのは素晴らしい戦いだったと思います。対しましてクラブアイランズは再建期にありますがまだチームの戦力が整っていないようでまだこれから再建の途にあると思われます。チーム整えこれからの奮起に期待したいと思います。
Wi-Fi 環境の不安定さから途中から中断してしまいました。誠に残念なことではあります。機会を改めましてこの試合を録画し直したものを再度私のブログの方に掲載する形でこれを補填させていただきたいと思います。何卒ご了承の方お願いしたいと思います。まずはその初戦になりましたこの一戦を配信できたことを光栄に思います。かつて少し前この競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬという悪漢という2人の先輩でした。これを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり家業のために一度は離れた仲間が戻り脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスター選手がもたらしてくれるかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技で全力に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語をかつて憧れながらついに挑めなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ今はここで一旦配信を終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴、ご観戦ありがとうございました。チャンネルのサイトを変えましてこの後に続きます第2試合愛知ゴールデンウィングス対大阪府警シリーズの一戦を配信したいと思います。配信を担当いたしましたのは道楽リチャでした。それでは失礼いたします。